林さん、はい、まあ、前節柏は保持率が 61% ありました、まあ、これは今シーズンの中ではかなり高い方なんですけれども、どれだけ引っ張っていけるか、まあ、サイドバックもそうですけどね、はい、まあ、攻撃の厚みっていうところを作りたいですよね。小山津が出ているときは中盤と前線のリンクマンのような働きをよくしてますけれども、はい、柏ボールでゲームがスタートしました。まず最高峰キャプテンの古賀、そして左のジエゴです。長いボールをいきなり送ってターゲットをサビオ、セカンドボールもサビオ、木下が頭で落として反応細谷、木下です、かわした木下、左足クロス、上田が跳ね返したセカンドボールは犬飼が打ちました。そうなると出ていくと思うので、はい、まあ、少し出て、まあ、そこで後ろの選手がそこついてくると、はい、まあ、ゼロは出てこないと思いますから、もうヒールパス木下枠の外でした。ノーの出たその背後のスペースを今マテウス・サビオがうまく使ったので、柏側は相手がサイドハーフの選手が出てくるなら、そこのセカンドボールが重要です。仲間が拾う、樋口が拾う、樋口が行く、右に腰かいてシュート、よく収めました。そして木下スルーパス、こういうとこですよね。さあマテウス・サビオ、サビオが行く、サビオ、宮に山田が入っていました。ここで前半が終わりました。結局0対0というゴールレスで折り返すことになりました。鹿島サポーターから今ブーイングが起きています。アウェーチームの柏です。後半がスタートしました。まずは最高峰上田のロングヒーロー、少ない感じですからね。小山津マイナス、後ろから白井が打った、見事なコントロールショット、よく手が出ました。早川です。鈴木優真オフサイドポジション、室岡自分で行く、安西、鈴木優真、タレス・ベレーネル、左足のコントロールショット力なく、ゴールキーパーです。クロスが来ます。このボールは来た、プレーオンです。さあバイタルでノーノー打った、スローインにしました。お、試合終了。まさに痛み分けの0対0。